プレイトゥーアーンのスウェットヒーローのロードマップが公開されています。ご視聴いただきありがとうございます。ハチノでございます。今回はスウェットコイン、スウェットエコノミーのツイッターの方からね、スウェットヒーローのロードマップおよび、まあ、スウェットコインのいくつかの情報を共有したいと思います。はい、それではですね、まず早速なんですけども、こちらがですね、MacBook Airs M2 チップライブということで、こちらは、はい、MacBook の当選者が発表されていますということなので、こちらにね、リンクが貼ってありますので、見てみましょう。はい。で、ここタイトルがですね、Apple iPad Pro M2 になってるんですね。これ MacBook なのか iPad なのか、ちょっとごめんなさい、わからないですけど、こちらにね、スウェットウォレット、ニアウォレットのアドレスで、当選者発表されてますので、ね、申し込みした方は確認していただければと思います。はい。そして、スウェットヒーローのロードマップ、ね、発表されてますので、こちらもね、ミディアムの記事、リンク貼ってありますので、後でね、解説したいと思います。で、その前にですね、もう一つですね、こちらがですね、はい、ね、スウェットウォレットのステーキングですね、20万口座分が支払われましたよということで、ちょっとね、開いてみますね。で、翻訳、はい、知ってますか、すでに20万を超えるグロースジャーが終了し、スウェット支払われてますということで、まあ、多分3ヶ月とかでね、ステーキングした人はもう支払いがね、終わってるという感じで、で、こちらがですね、ここにブロックチェーンのね、アドレスの URL が載ってるんですけれども、はい。で、こうやって開くと、ね、ブロックチェーンなんで、すべて、ね、誰が誰に送ったとかっていう情報が全部ね、見れることになっています。はい。これがね、ブロックチェーンの特徴ですと。はい。で、注目してほしいのはここですね。ここがね、24万件のトランザクションが見つかりましたということで、まあ、それだけね、ステーキング支払われたということを、はい。先ほどね、ツイッターは言ってますということなので、はい。ね。なので、ね、このニア、ブロックチェーンエクスプローラーからご自身のね、アドレス探せばね、支払われましたっていうのも見えてくると思いますので、まあね、時間がある方、CSV でもね、エクスポートできますので、パソコンをお持ちの方とかは、はい、CSV にエクスポートして探していただいてもいいんじゃないかと思います。はい、そして今日の本題ですね。はい、スウェットヒーローのロードマップですね。公表されてますということで、こちらがミディアムの記事になりますので、こちら開いて、はい、見ていきたいと思います。はい。でですね、詳しい内容は後でね、読んでいただければと思いますけれども、今ね、クローズドベータということで、まあ、限られた人、抽選に当たった人だけの、ベータテスト始まりましたよと。で、そのベータテスト終わったら次はオープンベータということで、全員がね、参加して、まあ、ベータ版なので正式版ではないですね。はい。なので、テストが始まりますと。で、Q2 終わって Q3 ですね。第2四半期から第3四半期の間に、実際の、ね、本番が始まりますと、はい、いうことですね。で、Q4 にはさらにね、なんか大会みたいなのが始まるんですかね。はい。なので、今年1年はね、スウェットヒーローで結構ね、稼ぐという感じになるのかなと思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。はい。でですね、このね、何が書いてあるかっていうのを、まあ、ざっくり解説したんですけれども、詳しくね、読みたいよっていう方のために、この後ですね、機械音声で読み上げたね、動画を流しますので、まあね、ちょっと読むの大変っていうこと方は耳で聞いていただけたらと思います。スウェットチーム、スウェットヒーローのロードマップ、スウェットヒーロークローズベータが進行中です。これは全く新しいダイナミックな NFT ゲームをスウェットウォレットに配信するための最初のステップです。以下はロードマップの様々なフェーズの説明です。スウェットヒーローイントロ。ゲームに不慣れな人のためにここに基本があります。スウェットヒーローはユーザーが他のユーザーと競争してドルスウェット勝つことができる直接対決ゲームです。ゲームプレイスコアは、1実際のステップ、2 NFT を使用してゲームで獲得した仮想ステップ、3 NFT パワーに基づいています。ロードマップ。今、クローズドベータ。
データはテストを意味します。クローズとは、限られた数のユーザーがゲームをテストできることを意味します。招待のみです。このフェーズでは、スウェットクラブイベントを通じて合計1500の場所をアプリの報酬としてプレゼントします。スウェットヒーローテスターには、スウェットマーチ、ステーブルコインなどの賞を授与し、エンゲージメントに対する追加の感謝を込めます。この期間中、ユーザーにフィードバックを求め、これを使用してエクスペリエンスを継続的に改善します。注意すべき点がいくつかあります。クローズドベータのユーザー数が限られているため、ユーザーは他のユーザーではなくボットと戦うため、マッチメイキングが困難になります。また、クローズドベータ期間中の収益は、オープンベータがリリースされるとリセットされます。Q2、オープンベータ。オープンベータでは、ゲームはすべての人に公開されます。ユーザーは、友達を含む他の人と戦うこともできます。これは、ユーザーが戦闘に勝つことでドルスウェットを獲得できる段階でもあります。Q2 はベータフェーズの終了を知らせます。Q3、ゲームオン。第2四半期から第3四半期の間に、ユーザーは、レッグのペアでレベル5に到達した場合、コモンレッグを NFT にアップグレードできるようになります。その後、ユーザーは NFT をレベルアップできるようになり、NFT の属性と外観が改善されます。この間、スウェットヒーローアリーナを紹介します。これらは、収益の可能性が異なる様々な仮想空間であり、ユーザーはより多くのドルスウェットでプレイできます。次に、マッチメイキングアルゴリズムを有効にして、同様のスキル、NFT、物理的なステップなどを持つユーザーをマッチングします。これにより、ユーザーは誰とでも対戦できます。第4四半期。紹介、レッグボックスシーズン。ユーザーが一定数の戦闘に勝つことで新しい NFT を獲得できるコンテスト。利用可能なボックスの数には限りがあります。コモン、レア、エピック。また、パーフェクトストリークと呼ばれる新しいゲームプレイ機能も期待しています。有効にすると、ステップがダブルスコアで画面に表示されるため、ヒットごとに2倍の仮想ステップが得られます。年末までに、ダイナミック NFT の作成も希望しています。これは、例えば、身体活動、歩数、いつ、どこで歩いたかなどに基づいて、NFT の視覚的な変更を意味します。また、外部イベントを含めることもできますを楽しみに、いくつかのエキサイティングなアイデアを計画しています。ハッピーゲーム、スウェットチーム。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。